にちは。磐田市ラジオ番組キャスターの井川恵美です。磐田市は豊かな市民生活、活発な経済、スポーツ、芸術文化が調和した人口17万人規模の都市。そんな磐田市の魅力をご紹介します。安心できる街、人が集まる街、磐田市。静岡県磐田市は日本のほぼ中央、太平洋に面しています。奈良時代には国の要として遠江の国の国府が置かれ、江戸時代には東海道見附宿として人と文化が交流する拠点として栄えてきました。現在では東西へのアクセスの良さを生かし、商工業、農林水産業ともに発展し、二輪車や自動車をはじめとする工業製品の出荷額も全国トップクラス、世界に誇る製品を生み出しています。またお茶、メロン、白ネギ、エビ芋など全国有数の産地として知られているほか、磐田スマートアグリバレーには次々と企業が進出し、次世代型農水産業への新たな取り組みが始まっています。そして北部エリアのインフラの整備も進み、新東名高速道路、新磐田スマートインターチェンジに隣接した新平山工業団地、下野辺工業団地もより力強い産業を支えています。さて、今磐田市が施策として積極的に取り組んでいることは、安心できる街、人が集まる街です。防潮堤の整備など防災への取り組み、子育てや介護、通勤や通学など市民一人一人の暮らしに寄り添った施策をはじめ、新しい世代が集い、人と人がつながるイベントなども積極的に進めています。そんな磐田市には素敵な観光スポットもたくさんあるんです。こちらは久手漁港、シラスの水揚げ量が多いことで知られています。隣接した渚の交流館では美味しい料理や海産物を販売しています。サーフィンでにぎわう遠州灘を西へ進むと、竜葉太陽公園オートキャンプ場、潮彩竜葉、カヌー体験も楽しめます。近くには竜葉昆虫自然観察公園もあるんですよ。天竜川沿いを少し北上していくと、全国的にも珍しい香りをテーマにした磐田市香りの博物館、ものづくりをテーマにした磐田市新造形創造館、背丈ほどの藤の花が咲き誇ることで有名な湯屋の長藤などもあります。さらに2022年夏にオープンした磐田市民文化会館カタリアは、約1500席の大ホールと創造活動室を備えた多目的文化施設、新たな芸術文化の発信拠点として注目を集めています。中心市街地には現存する日本最古の木造技用風校舎、旧見附学校や海軍中将赤松則義男爵ゆかりの旧赤松家、トンボの楽園として全国に知られる桶ヶ谷沼などのほか、サッカーチームジュビロ磐田やラグビーチーム静岡ブルーレブズのホームスタジアムなど、魅力的なスポットがいっぱいです。新たに整備された今の浦公園も多くの人が訪れる大人気スポットになっているんですよ。そして北部には豊かな自然が広がり、獅子ヶ花公園周辺は人気のトレッキングコースとなっています。どうですか、獅子の横顔に見えますか。また磐田市には被災見附天神裸祭りや磐田夏祭り花火大会、軽トライチなど年間を通して催事やイベントがたくさんあるんですよ。観光や子育て情報、磐田市の魅力など詳しくは磐田市情報館から発信しています。安心できる街、人が集まる街、磐田市です。